新型コロナウイルスは大変ね、本当に怖いです。今のところね、秋田はね、そんなにね、感染例は少ないですけども、いずれ油断をするとね、いつでも秋田もね、蔓延します。まずはこれは自分で自分のこととして考え、ね、慎重な行動を、ね、お願いします。で、3密、密閉空間、密集空間、密接な、ね、そういう接触、これでぜひとも避けてほしいです。で、不要不急 の、ね、旅行あるいは外出、これはですね、ぜひ避けていただきたいと思います。また家庭内においても、ね、家族間でおいても、いずれ、ね、健康観察を、ね、しっかりやって、もし少しでも体調が悪ければすぐにコールセンターにご相談ください。県民の皆さんのご協力によって、秋田もね、新型コロナウイルスの、ね、戦いに勝ちましょう。まあ、今まで11人の発症例が出てます、県内で。すべて、県外から。で、まあ、県外からでも、やっぱり北海道とかね、東京、まあ、そういう、感染者が増えているところから来た方という。やはり県外から来た、県外から来た方が全てね、まあ、感染はしてないけども可能性はね、全部ありますから、これからまだまだ入ってきます。で、8月中旬ぐらいまで、ね、そういう転勤あるいは進学でね、で、まあ県の大学はね、20日からですから、これから、まあ、そろそろ入ってくるという。ですから、これから来る方もね、やっぱり相当ね、注意すると。で、法的にね、県内に来ることをですね、拒むことはできませんけども、もしね、体調が悪かったら、やっぱりまず来る前に、そのね、地域の滞在しているところの、まあ相談センターに、まあ、で相談して、まあ、やっぱそれを、ね、確認した上で来てほしいという。ですから感染が、ね、広がってくれば、東北も、ね、例外でないですから、うん、まず今の、ね、ペースで抑えるという、まあ、そういうことで感染ルートが、ね、分からないような状況になれば、またステージが、ね、違いますので、例えば、ね、国が、ね、緊急事態宣言が秋田に適用されなくても、県として、ね、そういうね、まあ県任意のね、そういう、まあ、要請というかね、緊急事態ということをね、まあ、宣言というかね、そういうふうな対応をね、取らざるを得ませんので。先ほどのその県独自の緊急事態宣言みたいな、もし検討する場合には、何かそういう目安となるようなものってありますか？数よりね、もしね、感染源が分からないと、ね、はい、これがね、ある程度ね、数字が複数出てくるとね、これはね、やっぱりね、これね、どういうふうにね、拡大するか分かりませんから、それがね、一つの目安です。そこがじゃあ判断のちょっとこう分かれ目になるかな、うん。まあ、これが数人がね、そういうことが出てくるか、大変な状況ですんで、誰もがね、これ可能性ありますから、まず秋田はね、まだ少ないから大丈夫だろうという、これが一番危ないんです。まずですね、まあ、もう日本全国ね、どこにも行けますから、まずはね、みんな自分のこと、ね、他人事でない、他人事でなくてね、自分のこととして認識してね、まず最大限の注意をね、払ってほしいということで。